破壊ランナー公式ホームページをご覧の皆様こんにちは、タイベリアス提督役の安村大和です。劇団、自分たちが惑星ピスタチオという劇団をやっていた時に確か旗揚げして4年3年目に初めて東京に来た時の作品なんです。破壊ランナーっていうのが関西から初めて東京に出るっていうので相当気合を入れた作品だったの でその後まあ再演とかあと劇団解散してからも何回も携わってる作品でまたその作品に出られるっていうのが本当に光栄であり やりがいがあるし運命的な作品だと思います。自分にとって、はい、僕にとってシャトナーは本当演劇そのもの舞台そのものという感じですね、はい、舞台を離れても尊敬できるというか信頼できるという意味においても舞台っていうのは僕はもう人生そのものだと思っているので、はい、本当に、僕にとってはなくてはならない存在だと思っています。芝居がどうあるべきかというかどうやったら一番面白いのかっていうのを、僕も考えてるしシャトナーも僕より先行って多分考えてると思うんですね。その中の一つの、まあ、出来事というか手法が生身で、まあ、レースなんかを演じるみたいなことになってると思うのでまた一緒に、その辺のところをいろいろ試行錯誤できたらいいなと思ってます。まあ破壊ランナー、見たことがある人も、初めて見る人も、多分初めて見る人の方が多いと思うんですけれども、とにかく、人間の可能性をフルスケールで見せる作品です。劇場でお待ちしております。